すぐ南東部に位置する都市である。軍内では人口で16番目であり、地域面積は7.5平方マイルである。ロサンゼルス市中心街から南東に12マイルにある。ロサンゼルス軍南東部にあるゲートウェイ都市群に属している。2010年国勢調査での人口は94,396人であり、2000年からは2.1%。 減少した。1923年1月20日に、ロサンゼルス軍管理委員会によって市政が執行された。1965年にツ,ツジを、死の花に採用したので、ツ,ツジの都市と呼ばれるようになった。首相の中にもツ,ツジの絵が使われている。1990年、全国市民連合から全米都市賞を受賞した十字地帯の一つになった。 このマークも首相に入っている。サウスゲートとなった地域にはトングバ族インディアンが住んでおり、その後16世紀半ば以降にスペイン人牧場主が開発してきた。初期スペイン人開拓者の中にはカリフォルニアでは初の家族であるルゴケがあった。1769年、スペイン人探検家の集団がサンディエゴの海岸からサンディエゴとモンテレーワンの間の 未だ地図がなかった地域の探検に出発した。彼らにフアン・クレスピ神父が同行しており、歴史家たちはクレスピのことを新世界探検における偉大な日記作成者の一人と考えている。その日記は探検隊が通過した土地の状況を詳細に記している。探検隊はサンガブリエル・バレーの方向に進み、1769年8月2日に、 ロサンゼルス川を越えた時に、クレスピがこの川を、ポルシウンクラと名付けた。ルゴノエタスペインによる土地特許の話などがなければ、サウスゲートの歴史はまだ記されなかったと考えられる。この特許土地は、現在のサウスゲート市大半に及んでおり、この地域の歴史を鮮やかに伝えている。サリナスに近いサンアントニオデパドゥア伝道書に、 滞在している間の1775年に、フランシス・コレゴのカリフォルニアでは、最初の息子、アントニオ・マリア,アルゴが生まれた。この息子が、スペインの貴族で軍人であるドン・アントニオ・マリア,アルゴとなり、現在のサウスゲート市となる土地を含む3万エーカーの土地に入植した。1810年、ルゴとその父が、スペイン王室に対して、 軍人として貢献したことの報奨として、スペイン王が正式に、ルゴに対する土地特許を承認した。ランチョ・サン・アントニオは、サン・ガブリエル・バレエとを分ける低い丘陵から、南は、昔のドミンゲス・ランチョまで、ロサンゼルス・トリデの東境界からサン・ガブリエル、側にまで及んだ。ルゴは1816年から1819年まで、ロサンゼルスと呼ばれた。 小さな町の町長にもなった。ルゴの土地特許が降りてから100年と少し経った時に、牧場の南ゲート付近の地域が、サウスゲート市となった。ドン・ルゴの一家が成長するにつれて、サンバーナーディのランチョなど他の特許土地を、子供たちの名前で取得していった。将来サウスゲートとなる場所と隣接するは、丘陵部は、おびただしい牛や馬の群れがあらゆる方向から、 毎年春のロデオが開催される共有地に集まってくるとき、華やかな相関をなした。ルゴは家畜の所有権に関する論争や農業に関する論争について訴訟を手配し解決させた。ルゴが蔵に乗っているとき、彼が裁判官であり、平原は裁判所だった。特許と地が世代を追って受け継がれていくと、子孫の間で分割され、 最後は細かく分けられて、ルゴ一家以外のものに売却された。ドニアントニオの息子ビンセンテは5.5エーカーの土地に、その、アドビ住居を建てた。これが、ルゴ牧場と呼ばれ、現在のベルガーデンズ市、ゲージアベニュー沿いにある。1870年代が終わるまでに、当初の特許土地は40エーカーの区画で、分割されていた。1880年には、 地域の最も重要な産業として、牛の飼育業の代わりに農業が成長していた。1910年から1940年の間、農業用地の大半が住宅と工場に変わった。今日、この土地は高速道路で分割されており、山脈から太陽まで広大な平原が広がっていた。王子を忍ぶことは難しくなっている。RD トゥイディの一家が、 サウスゲート市の歴史で重要な役割を果たした。トゥイーリは1812年にイリノイ州で生まれ、1852年に牛に引かせた荷車でカリフォルニア州に来ていた。トゥイーリはギッシャに乗せたロッキングチェアの上でプレーリーを越えた。その家族は大きく数世代にわたって市内に住んだ。その家族の一員が サウスゲート市となった場所の2000エーカーを購入した。市の中心街事業地区はこの一家の名前をとっており、トゥイーディマイルと呼ばれている。サウスゲート市は、カダヘイランチにあるサウスゲートガーデンにちなんで1918年に名付けられた。その5年後の1923年に市政が執行された。市名は、ロサンゼルスの南にあることも意味している。 サウスゲートは、北緯33度56分39秒成形118度11分42秒、北緯33.94417度成形118.19500度、33.94417-118.19500 33. に位置する。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は7.5平方マイルであり、 このうち陸地は7.4平方マイル、水域は0.1平方マイルで、水域率は1.60%である。ロサンゼルス川が市内東部を流れている。サウスゲート市は半乾燥地中海性気候であり、温暖な冬と暑く乾燥した夏がある。平均年間降水量は14.8インチであり、11月から4月の間が多い。気温は 歌詞40度から歌詞110度の間で推移する。日中の気温は歌詞54度から歌詞73度の範囲である。以下は2000年の人口統計データである。市内には約40の教会があり、それらが多様な宗教会派を代表している。市民の58.08%は宗教を信じている。カトリック教会39.99%。 プロテスタント6.75%、モルモン教1.04%、その他のキリスト教3.33%となっている。市民の5.93%はユダヤ教徒であり、0.07%は東方正教会、0.98%はイスラム教徒である。サウスゲート市は産業都市として1920年代と1930年代に発展した。 そのブルーカラー社会は圧倒的にヒヒスパニック系白人の住民だった。1940年代と1950年代、サウスゲート市は南カリフォルニアでも人種差別が最も厳しい都市だった。白人青年のギャングが隣接するアッツの街から入ってこようとする黒人を探して通りをうろついていた。当時地域で最も悪名高いクラブは スプークハンターズと呼ばれていた。その後の時代にサウスゲート市は変わり始めた。1965年8月、ロサンゼルス市ワッツで暴動が起こった。ワッツは事実上100%黒人であり、その隣にあるサウスゲート市は100%近く白人だった。ボートはロサンゼルス市南中部の黒人居住地域に限られており、 サウスゲート市との市境を越えなかったが、市内の若い白人は初めて購入する家屋のために、他の場所を探すようになった。市内白人の人口が減り始め、それ以前に地盤を築いていたメキシコ人の数が増え始めた。1970年代以降、サウスゲート市はヒスパニック系社会が大きくなり、1990年代には、 労働者階級のヒスパニックとして支配的となり、ラテン系アメリカ人の家族が逃げ出した白人の残した空間を埋めた。2009年時点でカリフォルニア州の雇用開発局がサウスゲート市の失業率を14.4%と報告し、就業機会成長率もマイナスとした。カリフォルニア州平等会委員会は、 サウスゲート市の消費税率を10.75%としている。2009年4月1日時点で、サウスゲート市は消費税率を10.25%としていたが、これが現在は10.75%になっている。この税率は、州平均に自治体の追加分を足したものであり、ピコリベラと並んで、州内最高である。成人も子供も、 すべて含んだ時の一人あたり収入は1万1566ドルである。世帯あたり収入の中央値は4万1064ドルとなっている。サウスゲートの商業活動は次の地域に集中している。2009年サウスゲート市市政委員会は特別会合を開催し、市の財政状態が危機的な状況にあるという宣言案を採択した。 市政委員会は、市全体を選挙区として選ばれた5人の委員によって構成されている。任期は4年間であり、市の政策とその手続きを定める。市長は、市政委員から5選され、任期は1年間である。二大政党の支持率、サウスゲート市有権者の63.10%は、民主党を支持している。35.60%は、 共和党支持と登録されている。残り1.30%は独立系である。スキャンダルと汚職2001年から2003年、当時資材無官のアルバート・ローブルズが、市政委員3人と共謀して、賄賂を受け取り、友人や親戚に、市の発注を受けさせていた。市政委員3人は、委員会の多数派であり、発するように市の方向付けを行うことができた。 例えば2002年、ローブルズは、重罪容疑で逮捕されたが、市政委員会からは、副ィマネージャーに指名され、その法定費用を市に賄わせた。市政委員会は自分たちの給与を20倍にし、市事務官のカーメン・アバロスが汚職と選挙違反について、カリフォルニア収集無償に訴え出た時に、その給与を90%カットした。 2003年1月28日、有権者が、ローブルズとその政治的同盟者である前市長のゾチトルル・バルカバ、前副市長のラウル・モリエールを呼び、前市政委員のマリア・ベナビデスと共にリコールした。ローブルズは2005年7月に収賄罪で有罪となった。2006年11月に判決が出て、連邦刑務所での禁錮10年間と、 市へ63万9000ドルの返済を命じられ、即刻収監された。2006年3月、ローブルズの公認として、資材無管に選出されていたルディナバロが、市の公式サイトに掲載した経歴に、虚偽の記述があったとして捕まえられた。ナバロは、サンディエゴ州立大学で学位を取得したと記して、いたが、実際にはそのために必要な条件を満たしていなかった。 サウスゲート市のスキャンダルについて、最も完成度の高い記録は、ジャーナリストのサムクイノンが表した、アントニオ、エスガンデルフェの、エスドリーム、トゥルーテールズ・オブ・メキシカ・マイグレーションに詳しい。財務サウスゲート市は2005年で1億5000万ドルの、負債を抱えていた。2007年6月5日、市はいくつかの財政的危機に直面していると、報告した。 ロサンゼルス軍健康サービス部がウィッティア市にあるウィッティア健康センターを運営しておりサウスゲート市民も利用できる市内には市民の娯楽ために9つの市民公園がある市内の学校は公立学校16校と私立学校2校である中学校と高校では成人教育教室が開催されているコミュニティカレッジ3校と州立 大学参考が通学可能な範囲にある。市内の公立学校はロサンゼルス統合教育学区の管轄に属するものが大半である。一部がパラマウントとダウニーの各統合教育学区に入っている。ロサンゼルス郡公共図書館が市内のルランド、アール・ウィーバー図書館とホリーデール図書館を運営している。ありがとうございます。